本日はソレイユ2番館103号室の前を紹介したいと思います。外なんですが、自転車置き場はこちらとなります。その横に入居者様専用のゴミステーションがございます。敷地内にあるのですよね。お部屋の前とありますが、駐車場もございます。実際入っていきます。こちらの方はセンサー式となっておりますので、入ったら発です。あ、着きました。こちらが靴箱となります。動くタイプなので、長いブーツ等も入れることができます。ではお部屋の中ですが、こちらが14畳になります。かなり大きい。こちらがクーラーについております。キッチンも含めて14畳です。キッチンとなります。蒸留、源流と蒸留に変えられるタイプのように伸ばすこともできます。グリルはIH 3口コンパクトに魚を焼くこともできます。収納は上にはないタイプになっております。後ろの方もかなり広くなっていますので、一番右に冷蔵庫の横に食器棚と置くことも可能です。お部屋になります。こちらが 7.6 畳のお部屋となります。こちらにはクーラーがついていませんが、穴が開いているのでクーラーの取り付けは可能です。こちらに室内干し用のついております。こちらの収納ですが、ウォークインクローゼットになっております。わー、扉とは裏腹にかなり広い作りとなっております。軽いプランター等であれば植物を育てることができます。前に布団等も置けることができます。こちらに洗濯用の下もありますので、干すことも可能です。セキュリティもアルソック、インターホン、こちらについておりますので、かなり安心できるかと思います。こちらには収納がございます。
扉左手がお手洗いとなっております。こちらにも収納がついており、トイレットペーパーと入れることが可能となっております。では右側のトイレットへ行きます。右側のトイレは開けてすぐなんですが、こちらは洗濯機置き場となります。正面になるんですが、独立洗面台がございます。かなりいいものが入っていると思います。こちらがお風呂場となります。かなり大きいタイプで足を伸ばすのも楽できると思います。鏡がここについていますので、この入っている湯船に使っている間でも鏡を見ることができます。こちらの物件はインターネットの方が無料となっております。Wi-Fi 器具の方を取り付けていただければ、すぐにネットが使えるようになります。あ、以上でソレイユ2番館103号室の